周辺路線 LGV 北線はパリとベルギー国境リール経由で英仏海峡トンネルを結ぶ1993年に開業した路線長 333km の高速鉄道路線である最高運転速度は時速 300km で北ヨーロッパ線と呼ばれる場合もある LGV 東連絡線経由で LGV 南東線等の南方向への路線とも結ばれ、フランス国内とイギリスやベネルクス諸国を結ぶ国際輸送やパイコールドカレー圏などのフランス北部と南部間の国内輸送での所要時間の大幅な短縮が図られた。現在、フランスの国土事故を形成するだけでなく、近隣諸国とも結ばれ、国際的な重要感染の機能を担っている。 路線のうち 130km はオートルート A1 号線と並行している。沿線はほとんどが平坦、または起伏の小さい丘陵地で、勾配は最急25パーミルとなっている。LGV 北線では TGV シュッドエスト、TGV レス、TGV オットーロンティック、TGV デュプレックス、ユーロスター、タリス PBA 部下などが運行され、 フランス国内の高速新線の中でも、最も多様な高速車両を見られる路線である。保安装置は、車内信号方式の TVM が採用され、当路線のすべての列車運行管理は、リール指令所から行われている。LGV 北線は、パリ北駅から 16.6km 地点の、ビリエ・コール・ルイコール・ベルゴネス・イコール・アルヌービル駅で、パリノールマイナス・リール線から分岐する。ベマルスから、 LGV 東連絡線は三角線分岐点を経由し、シャルルド・ゴール国際空港や、マルヌラバレ、南東線方面に至る、イルド・フランス連絡線が開通したことにより、ロンドンやアムステルダムから、直接ディズニーランド・パリに列車で行けるようになった。エルム・ノンビルの森を東に通過し、バイオダックでバーベリーを越すと、シェブリエールあたりから、ディール郊外まで、A1 号線と、 並行する。ソンム県のアブランクユルプレッソワールにある、新しい TGVO と、ピカルディ駅は、フランス地域間の TGV のみ停車する。パイコールドカレー県のクロイセルズの分岐点で、アグニー連絡線では、アラスに至る。ノール県のスクランで道路線は、A1 号線をまたぐ。フルタンの三角線分岐点で、東方向へ進むリールブリュッセルとを結ぶ、HSL1 と、結節する。 HSL-1 はワンネハインで国境を越え、ベルギー南部のレムビークで在来線に乗り入れる。フレットンの分岐点からの LGV は、リール近くのレザンヌで、従来からの路線に結合する。一部の TGV やユーロスターは、リールヨーロッパ駅に停車した後、再びランバーサートで LGV に交流する。東路線は、アルマンティエールの南とアーズブルックの北側を通過する。 カッセルで、ダンケルクへの路線とつながっている。LGV 北線は西に進み、オートルート A26 号線と交差しズフ,フェックスや、カレーフルタンに至る。LGV 北線はここまでで、TGV はそのままカレーへ、ユーロスターはトンネルを抜けて、ロンドンへ向かう。LGV 北線の経路は、LGV が地域を素通りして停車しない、ピカルディ地域圏から特に批判された。 アミアンはさらにこの路線にこだわっており、政府はリール経由で要求されるパリリール間の直線的な路線、経済的なパリリールロンドンの所要時間などがアミアン経由では実現不可能であると判断した。それを解決するため LGV パリロンドン線が計画されたが、この路線は先の問題に対処しアミアンを経由しパリロンドン間を2時間以下にする計画である。 LGV 北線経由の TGV などは、以下の駅に停車している、タリスユーロスターパリキ待駅、ありがとうございます。